東日本大震災で全てを失った僕がどうやって半年で都会で一軒家を持つことができたのか、その秘密を知りたい人は他にいますか？北海道コンサドーレ札幌のフォワード戸倉健が自身初となるハットトリックを達成し、チームを 4-0 の大勝に導いた。札幌は今季初勝利。岐阜は群馬との開幕戦に続く連敗で2戦連続0-4の大敗となった。札幌は前半22分、ミッドフィルダー宮沢博樹のシュートをゴールキーパーが弾いたところに戸倉が詰め、右足で先制点。同35分には、ミッドフィルダー石井健吾のミドルシュートがペナルティーエリア内でディフェンダー田代正也の右手に当たりハンドの反則。この日がプロデビュー戦だった大卒ルーキーが痛恨の PK 献上となり、戸倉が2点目を奪った。さらに前半41分、自陣深い位置でボールを奪った戸倉が長い距離をドリブルで駆け上がりカウンターに出る。一気に相手陣内まで持ち込んだ戸倉は左サイドに開いたフォワードジュリーニョに展開。ジュリーニョが右足でクロスを上げると、ファーサイドで待ち構えていたディフェンダー進藤亮介はバランスを崩してしまったが、後方に倒れ込みながらも右足の裏で中央に落とし、戸倉が振り向きざまの左足ボレーを叩き込んだ。前半43分にもオウンゴールで加点した札幌は前半だけで 4-0 と大量リードを奪い、後半の岐阜の反撃も完封。試合後のヒーローインタビューで戸倉は、常にハットトリックをしたいなとは思っていたけど、こういうタイミングでできるとは思っていなかったので素直に嬉しいと、自身初のハットトリックを喜び、3点目のアシストについては進藤がスーパーな落としをしてくれたと、足裏でのアクロバティックなラストパスに感謝していた。